はい、どうも、ゆきおでございます。本日もゆきおとワインをやっていこうと思っております。本日はですね、ゆきおが選ぶ2000円以下の超おすすめワインをご紹介したいと思っております。はい、まあね、あれじゃないですか、やっぱり安くて美味しいワインいいよねいいよね。毎日ね、飲みたいけどもちょっとやっぱり高い、いいものは高いなと思うこともあるかもしれないけども、いやいやいや、2000円以下で美味しいワインたくさんあるので、その中からね、もうね、選びに選び抜いた、ワイン赤白3本ずつをね、ちょっと今日はねご紹介しようかなと思っております。これね、結構ね、前々からねやりたいと思ってたんだけど、ようやくちょっとね実行に移せる時が来ましたので、考えたね、めっちゃ考えた、めっちゃ考えて3本3本ぐらいかなと思って、合計6本で一応ね紹介しようかなと思うんだけども、その中で、まあ、実は3つの条件をちょっとね、自分に課して選んだんだけど、まず1つ目は今言ったように2000円以下で選びました。うん、まあ一応手に取りやすい値段って大体そのぐらいかなっていう感じで、うん、で以前の動画でワインの価格についてちょっとお話した動画があったんだけど、その中で、まあ、1000円から2000円のワインの話をして、その価格帯で結構難しいっていう話をしたんだよね。で1000円から2000円のワイン買って、いやちょっとこの味だったらね、なんか1000円以下のワインでもいいかなみたいな思っちゃうこともあったり、まあ、ちょっともうちょっといい値段2000円以上のもう選んだ方が良かったかなみたいな、ちょっとねなんか味わい的に難しい部分あったので、そこの価格帯の中でもビシッとね美味しいものをちょっと今回はご紹介しようと思っております。でさらに2000円以下なんですけれども、税込み2000円以下でいきたいと思います。はい、まあね、2000円以下で紹介しますっつって、じゃあ1980円のワインですって言って買ってみたら、これあれなんか税入れたら2000円超えちゃうみたいなね、そんなことは全くしないに、もうビシッと2000円以下すべて税込み価格で今回うちはやらせてもらいます、お願いします。はい、ということで、まあ、条件それが1つね、うん、で2つ目としては、どこにでも、まあ、大体流通してて手に入れやすいものっていうのをチョイスしたつもりです。ある程度まあね、まあ、ワインショップは全部置いてるかはもちろん分かんないんだけど、ネットで調べれば大体出てくるようなものとしてチョイスしました。まあね、マニアックなワインとかも結構いっぱいあったんだけど、それはねちょっと難しいかなと思って、ある程度その手に入りやすいワインということでチョイスしております。はい、で、まあ、3つ目としては、まあこれは条件かどうか何とも言えないけど、飲みやすいワインっていうのをチョイスしております。ある程度やっぱりみんなにね受け入れられやすいワインとして今回はチョイスしたので、飲みやすいっていう感じが味わいとしてはあるかなと思います。はい、そういった感じのワインになってます。よし、それではやっていきましょう、ゆきおとワイン。それでは、まず白ワインからね3本ご紹介いたします。ワインはこちらという感じでございます。はい、3本ね紹介しましょう。知ってる方いるかな、このワイン、まあ、ある程度有名なワインを揃えているので、まあまあまあね、やりましょう。まずはこちらですね、これですね、ほい、これが、イタリアのワインです。イタリアのピエモンテ州のワインで、まあ、ちょっと独特だよねエチケットね、まあ、ねっていうワインなんだけど、作り手はプンセットっていう作り手が作ってるワインで、白ワインで、ブドウ品種は一応アルデイスっていうブドウがピエモンテではあって、そのアルデイスが大体 80% ぐらい使って、あとはその地元のブドウだね、ファボリータとかコルテーゼっていうブドウがあったけど、シャルドネも使ってるかな、を 20% ぐらい混ぜて作るワインです。これはねすごく柔らかくて飲み心地がいいんだよね。で美味しいワインなので、これはまあ外れないかなっていう感じで今回はチョイスしました。うん、まあある程度ちょっとナチュラル系のワインとか、そういったピュアな自然派系のワインが好きな方はこのワインとかいいかなっていう感じの、柔らかく滑らかな口当たり、美味しいワインになってると思います。はい、で価格がこれは1793円なので、税込みで1793円なのでお買い得だと思いますよ。はい、じゃあ2本目がこちらでございますね。はい、ちょっと背の高いタイプのねワインなんだけど、これもイタリアのワインです。これはイタリアのソアベっていう地域のワインだね、ソアベクラシコになるのかなこれは。うん、
作り手がピエロパンっていう作り手のワイン。このワインはもう結構幅広くお店とかでも使われてるし、販売とかも結構されてると思うので、かなり有名なワインです。でも味わい品質はすごくエレガント綺麗な感じのタイプなんだよね。で全く癖もないし、もう本当にザ・イタリアワインっていう感じのワインなので、この個性はすごくやっぱりソアベの個性も多少出てるし、味わいももう多分ね、嫌味が全くない味っていう感じなのでいいかなと思って、しかも料理とかはねすごくこれ相性いいんじゃないかなと思います。まあイタリア料理だったらもちろんなんだけど、もう幅広くいろんな料理と合わせられるような白かな。まあすっきりしすぎてもないし、重すぎもしないっていうちょっと中程度の味わいなので、まあそういった感じの味わいだと思います。いやこれもね、俺も今飲みたいんだよすでに。ソアベがまず好きっていうのもあるけどね、そういうことなんだけど、価格はこの1本目と同じで、1793円税込みなので、まあいいんじゃないですか。はい、ということで、じゃあこれ結構ねハーフもねあるから、ハーフも気軽に楽しむ場合はハーフサイズのワインもいいかなと思いますね。うん、という感じかな。はい、で3本目こちらです。はい、これはもうね、これは見たことあるでしょ。これフランスのブルゴーニュのワインなんだけど、メゾン・ジョセフ・ドルーアンっていう作り手、まあ大きなねネゴシアンなんだけど、すごいいっぱいワインは作ってるんだけど、一つ一つの品質が非常に高いです。はい、と思っております。で、まあ、ブルゴーニュの白なので、シャルドネを使うんだけど、でも地域的には少しねこれマコンビラージュっていうんだけどね、南の方にマコンって地域が地区があって、そのマコンの中で作られるワインなので、まあ、シャルドネのその生死とされるコートルボーヌよりはもう少し南に行くんだけど、なんかちょっとねふっくらとした味わい のシャルドネに仕上がってると思います。である程度味わいがしっかりして感じやすいタイプなので、まあ、こっちから少しずつ味がしっかりしていくっていうイメージになるんだけどね、1本目2本目3本目になるとね。でもまあそんなに樽がすごい効いてるタイプでもないので、まあ不強化っていうタイプかな、どちらかというと、うん、フルーティーさがしっかりしてるという感じの白になるので、まあねもうドルワンはね間違いないと思うんだよね。ドルワン選んだ時は基本的にもうねまあ間違いないと思う。なので、まあ、こういった味わい の品質としては非常に2000以下ではいいんじゃないかなと思ってチョイスしました。でこれまでちょっと2000ギリギリで、1936円かな、まあギリギリねギリギリ抑えてるって感じだね。はい、になりますね。これはね間違いないと思います。うん、ちょっと早く飲みたくなっちゃうんだよねこれ見てるとね。なんか、まあ、イタリアフランスっていうね、まあ低価格ワインの代名詞のそのね新世界って言われるようなチリとかね、オーストラリアとかニュージーランドっていうのはちょっと入んなかったんだけど、でもやっぱりこのワインはすごく品質はいいと思うので、イタリアフランスで今回はそれました、まあ、結果的にこうなっちゃったって感じなんだけどね、別に国で選ぼうとはしなかったから、探してる自分の中で選んだのがこの3つっていう感じでございます。白ワインはこの3本ですね。はい、じゃあ次は赤ワイン3本に行きたいと思います。行きましょう。ほいという3本でございます。なんかもう全部ブルゴーニュ型のワインになっちゃったけどこれまあこの3本ですね、まあ、これもまあ見たことあるかなと思います。まずはこちらは1本目はもう何回紹介したって言われて、これなのって言われるかもしれないけど、もうね入れざるを得ない入れざるを得ないです。この作り手このスルさんですね。はい、このスルさんの、シングルビアードのピノノワールでございます。はい、まあねこの価格帯の中では、まあ、もちろんね1000円以下のワインっていう風に紹介したとしてもこのスルさん絶対入ってくるんだけど、やっぱね品質は高いと思うね。で誰に勧めても、まあ、誰に対しても勧められるという感じの安心した味わいになってますね。ピノーがまあいろいろね品種いっぱいあって、まあどれでもいいんだけど、どれでもいいって言ったらあれかだけど、どれ選んだってもちろんすごいいい品質だから、まあどれにしようかなと思った時にやっぱりねピノーがいいかなと思って
味わいとしてもね優しい感じだし、で香りもね上品で結構複雑な感じになってくるし、そのねやっぱり美味しさっていうのはかなりチリのピノノワールでもね、この価格帯ではもうねかなり品質としては申し分ないんじゃないかなと思ってチョイスいたしました。で、価格なんだけど1958円だね。まあまあギリギリだねギリギリのラインいってるけども、まあねこれは紹介せざるを得ないというかね、いろいろ考えたんだよ、まあ、どうしようかなと思って、いつも紹介するからこのするなんてだからもういやいっかなとか思っちゃったりしたんだけど、でもキュッと入ってきたいいかなと思ったけどキュッと入ってきたね、はいっていう風になりますね。はい、このするさんでございます。で2つ目がこちらね、はいよいしょ、はい、このワインも、結構いろんなところで売ってるとは思うんですけど、これカリフォルニアのワインですね。カリフォルニアのこれもねピノノワールです、はい、サイクルズグラディエーターっていうねワインなんだけど、まあ、結構カリフォルニアもね昔から結構安馬的なのが多く作られてたんだけど、最近は少しずつね全体的に値が上がってきちゃってるものもあって、なかなかこう、ね、手を出しづらくなってるとこもあったんだけど、それでもやっぱり俺はすごい好きだし、カリフォルニアの特徴っていうのもねすごく前を向いてすごいね元気なね、そういったタイプのワインもやっぱりあるから、昔結構多かったんだけど最近少しねエレガントでこれ上品なのも増えてきてるけど、もちろんそれの、まあ、代名詞じゃないけど、もうカリフォルニアのピノの中でこう、ね、こう元気が出るようなピノのワインね明るい前向きなピノでございます、はい、うちらのは、まあ、もちろん飲みやすさもあるし、でちょっとね、まあ、ジャムっぽい感じ のちょっと濃さというかねしっかりとした感じのピノのワインになるので、まあ全然この人とはタイプが違った感じになるとは思うんでね。でやっぱりどうしてもピノの方が、飲みやすさもあるし、まあ、渋さっていうのはねそんなに強く出ない品種なので、まあ進めるにはねこういったワインがいいかな、まあ、毎日飲んだりねそういった風に考えていくとやっぱりこのピノっていうのはいいのかなと思って、まあ、カリフォルニアどうしようかなと思ったんだけど、このピノが連チャンになっちゃうじゃんどうしようかなと思ったんだけど、やっぱりこれが自分の中でのねその、まあ、結論になってたから、まあ、いいかなっつって、でこれがね、価格が1584円ですね、まあ、結構ね低価格なのよ、税込みでこの値段だからかなり手を出しやすいワインかなとは思って、まあ、ちょっとこのするとはね価格差があるので、まあ本当にちょっと安くてうまいの欲しいな、ちょっとこっちの方がね、まあ、低価格帯になる、まあ400、500円しか違わないけど、でもその差ってでかいからねいいかなと思います。はい、で、3本目ですね、はい、こちらでございます。これもね、まあ、ちょっと陽気なエチケットになるけども、はい、これね、マスドジャニーニかな、マドジャニーニ、マスドジャニーニ、ちょっと、読み方わかんないな、マスドジャニーニの、ルタンデジタンっていうワインですね。名前が難しいんですけど、これねフランスのワインです。はい、で南の方のねラングドックっていう地区で作ってるワインなんだけど、ブドウがカリニャンっていうブドウを 100% 使って作るワインで、非常にこれはね、まあナチュラル寄りだね、ナチュラルピュアなタイプのワインで、もう完全にゴクゴク系のタイプだね。まあ結構これ冷やし目で飲んでもいいんじゃないっていうぐらい、もうスルスルスルっと入っていくようなタイプのワインになってます。もう全くこっちのピノとはタイプは違うんだけど、これはもう水代わりのように飲めるようなタイプのワインなので、かなりストレスなくスッと入ってきてゴクゴクっていける感じのワインの一つです。なのでこれもねちょっとねそのピュアとかナチュラル寄りのワインが好きな方はこういったタイプ、このワインは結構ねおすすめできるかなとは思うので、まあ、飲み応えっていうのはそこまでないけど、もうゴクゴク系っていう感じなので、そういった、まあ、今の季節はね夏なので、こういったのキンキンに冷やして飲むのはいいかもしれないね。結構氷とか入れて、ね、飲んじゃってもいいのかなっていうような感じの一本になってるかなと思います。結構ねでもね実はこのワイン飲んだのね、最後に飲んだのって実は結構昔なんだよ自分の中では。なのでどうしようかなと思ったんだけど、まあ記憶がね結構しっかりそういった記憶があったから今回チョイスしたという感じでございます。で価格が1606円だね。うん、これもねいいよね値段的にはね。なのでまあ気軽に楽しみたいときはいいんじゃないかなと思います。はい、
で赤ね、偏ったね、ピノ2本になっちゃったからね。あれピノって結構難しい品種だからなかなかねどうしようかなと思ったんやけど、ちょっと危険区域だからピノノワールってね。ね、まあ、ピノノワールってはブルゴーニュなんだけど、まあ、ブルゴーニュのピノとは全く違うタイプのピノなので、まあ、そこの、ね、感じとは違うけども、まあ、飲みやすさとか分かりやすさっていう部分だと、こういったチリカリフォルニアのピノはいいのかなと思って選んだね。いやーどうかな、まあ、もしね、まあ、ぜひ飲んでもらいたいけども、まあね、大丈夫だと思います。肝心なところ噛んでる。いや不安感を覚えたね皆さんね。え大丈夫って思っちゃった。大丈夫だと思います、間違いませんっていう感じでございますかね。はい、赤三宝でございました。はい、いいね、後ろから見てもこの感じは、自分のこの、まあ、好みもね、もちろんね、自分の好みも入ってる、ここには確実にね、うん、まあ全部1回か2回もっと飲んでるものもあるけども、好みは確実に入ってます。それはちょっとね、まあ、押し付けるのもあれだけども、でももう僕の中では誰にでも勧められる6本になってるので、まあ、これかな、今この考えてるところのね、6本はこれかな。2020年度版ね。今日、あ、2020年度版にしようかな、これ。2021年また違うのを選ぶみたいな。まあまあ、それはまだ別の話をして。で、今回買ったのは一応、ね、ネットショップとかワインショップ、まあいろいろ、なところで買ったんだけど、まあ、それぞれがもうそのショップで買った値段になってるので、まあ、実は小売価格で言うと2000円超えちゃうものも あったかな確か。でショップによって値段も多少変動はしてるので、まあ、でもある程度、調べた中では平均的な値段になってるとは思うんですけど、まあ、そのもちろんショップでの値段の誤差はあるので、それはねちょっとご了承くださいということになりますけども、まあね、いや美味しいワイン、毎日でも飲めるようなワイン、まあ、そういうのがねあったらね、もちろん自分の好みっていう中で、もし合うものがあれば嬉しいですね。さあどれから飲もうかな。まあ一応今回はこういった6本のご紹介という感じなので、それぞれのワインの、ね、個別の詳しい紹介はできないんだけど、それはまあ、これからこの後ね少しずつ雪男とワインで1本ずつ紹介していこうと思うので、もしまた興味ねある方がいたら、その動画をね、見ていただければ嬉しいです。さあ何が飲もうかってとこなんだよね。楽しみ。今回は、ゆきおが、おすすめする2000円以下のワイン、毎日でも飲みたいような、2000円以下のワインをこうビシッと6本ご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。まあ、もしね、あ飲んだことあるこのワインとか、あこれ好きなワインだっていうのがあったらね、ぜひこれですってコメントいただければ、おこれなんだね嬉しいっていう気もね思いますので、コメントいただければ嬉しいでございます。で、この後もねまた1本ずつ紹介していきます。ぜひお楽しみということで、で本日もご視聴ありがとうございました。ゆきでございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、じゃあね、バイバイバイ。